取り付いてるメンバーに悪いことは起きますか？嘘やん。起きるの？ちょっとやばい。怖い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 。うわ、いるの？怖い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 。いやー、なんか俺が動かされてる気するんだよ。ほら。ほら。言おう。大体俺の仕事タイトルコールだけじゃん。さあ、ということでやってまいりました。ほらー、と、あと、エスティ。大声出すことね。そう、あー、これも仕事の一つですね。今回やっていく企画です。はい。高評価数万を突破しまして、約束を叶えるときが来ました。第2回五円玉占い来たー。超怖えわ。前回とてつもない反響をいただきました。もう俺も怖かった。こう勝手に揺れ出す。そうそう、イエスかノーかでね。最初はまあちょっとだけ調査班ホラーライトをやろうかなと。この数日間ね、多分ホラーがねもう1本ぐらいバンバンっていう出ると思いますんで、一個やばい勝利の事実を知ってしまいましたので、まあまあそれはこの後撮りますから。はい、皆さんは数日後はお楽しみにという。はい、はい。スタバに隠された闇の数々と見つけ者との関わり。スタバって4分13秒でね、声が入っています。何やって。マジで気づかなかった。すごいよ。めっちゃ上手い。あ、俺、いつもこっちなの？こっち多いよ。左側が多いよ。もうめっちゃ聞こえる。後ろに女の人がいるぐらいの音です、ね。確かに。続いて4分52秒。また声が入ります。あ、ゲインですか。これがヒレってことは、まあ多分上半身多分これ、なんかいびきみたいな音してる。これがヒレってことは、まあ多分上半身多分おぉ、これせやな。聞こえるね。本当にいびきみたい。カメラの後ろ側ぐらいから聞こえてるから。死んであり、ミスドのドーナツ50個爆買い対決中に足音が聞こえて恐怖の人になる。あー、48秒。48秒。いきなりいきます。もう引退何でもしてやるよ。オッケー、いただきます。うわ、はぁ、あ、ってやつ。何これ、何これ。これ結構すごいね。よ、嫌なやつだこれ。いただきます。共栄カメラマンでしょ。俺カメラマンだね。カメラマンにしては音とは遠いよね。そうだね、遠いね。明らかに遠い。しかもあーって結構な音量の音だから。今それ口笛した。口笛、口笛か、口笛プリってんだ。よしてない。1分35に口笛聞こえます。え、お前聞こえたじゃんさっき。え、うわっ、うわっ、こいつ、どうさ、どんとこの音と一緒なんでしょうか。はい、すっ、お、お、お、口笛と違うな、さっきの。違うんですね。でもやばいな。やばいです。何今のは。まあ普通に結構、二動画の調査しかやってないですけど、はい、声結構やばいですね。さあ、ということで、まずは、まあ、初めての人もいますと思いますので、紙を用意して、十字を書きます。で、一人の髪の毛を用意して、ここに通します、五円に。最初はありきたりの質問、自分は男ですかとかいう質問をして、うん、揺れた方がイエスです。うん、なるほど。縦に揺れたら縦がイエス、横に揺れたら横がイエス。はい。から質問をストップすると。前回の第1回目の時に、次はちょっと聞いてほしいことをコメントで募集しまして、はい、うん、たくさん今いただいております。その中から選んで質問をのりさんにしておく。あー、なるほど、なるほど、なるほど。あとなんか、肘をついてやってほしいっていうコメントが多くて、うん、あー、はい。肘をついてやろうかな。あー、なるほど。まずは自分が男なのかという質問をお願いします。私は男ですか？なんでこれ揺れんの？横です。横がイエスだ。じゃあ、うわ、これマジですごいね。すごいね。え、まず一つ目の質問。ソファーの男の人、本当に今そこにいるのかっていう。うわ、それもういきなりやべえな。いきなりやばい。いきなりやばい。やば。ソファーの男の人はここにいますか？質問変えましょうか。お、扉の向こうに女性の霊はいるのか。あ、扉の向こうに女性の霊はいますか。お、よ、揺れてるやん。揺れてるね。揺れてるやんけ。動画に映りたいのかっていう。この家の霊は動画に映りたいですか。なんかちょっとだけ横に揺れてる感じだよね。ちょっとだけ出たい人もいるみたいな。禁断の質問が来てます。この家が
気持ちはあるのかっていう。聞きたくねー。霊はね、霊はこの家から出ていきたいですか。出て行きたいってこと。行きたい、うん、横やん。出て行きたいんだね。え、行きたいの。出て行きたいけど行けないと呪縛霊だ。うわー、なんか怖っ。全く動いてない。この後が怖いのよ。この後全然揺れなくなるのよ。でも全く動いてないのよ、うん、ちゃんとこんなんですよ ね。今この家に5名以上いますか。今この部屋に5名以上いますか。いるない。うん、いるない。いない。いないんだ。今いない。なるほどね。多分普通に人間としてじゃない。霊はじゃあ 何か伝えたいことはあるのかと。この家の霊は何か伝えたいことがありますか。うんうん、うん、あー、揺れ始めてる。うわー、揺れてきてるね。めっちゃあるやん。何を伝えたい。でもなんかだろうなって納得ができるよね。こんだけ動画にも出てます。最後、子供の霊がいるのかと。この家に子供の霊はいますか。うお、来た。うわ、マジか。来てる。マジか。めっちゃ揺れてる。一番揺れてる。いや、いるんだ。うわ、一番揺れてる。怖い。そのまま聞いてみましょう。子供の霊は一人以上ですかと。子供の霊は一人以上ですか。いや、止まらん。つまんない。怖い。ガチで怖い。もう話すな。マジで怖い。いいの思いついた。やばいの、もうみんなが多分気になること。動画にちょくちょく手が映るのよ。ズボンっぽい説もあるのよ。強兵のは確実に手なんだけど、まあ一個だけね、そのズボンっぽいのがあったんだけど、うん、動画に映った手は子供のものなのかと。あー、あれ子供なのか。今映った。言ってないよ。子供のものなのかと。動画に映った手は子供の霊のものですか。早い。子供なんだじゃあれ。めっちゃ出てるもん。うわ。え、てか、いや、てか、やばい。やばい。全然さっきの揺れ方が違う。今この場に子供の霊はいますか。終始横揺れや、うん、ずっと止まんない。いるよ。怖い。いやー、なんか俺が動かされてる気するんだけど。いや、お前は動いてないよ。動いてないよ、全然。じゃあ最後にありがとうございましたと。ありがとうございました。うわー、いるんだこれ。ちってか、全然肘関係ねえ。そうだね。確かに。この前の時点で分かってたけど。ああ、まあね、本人はまあ分かってる。同じプルプルの加減なわけよ。結局はってことでしょ。なのに、全然揺れ方違う。プルプルとかじゃないもん。うん。こうしないってことなんよ、レベルだから。そう。子供の例の時の揺れ方半端ない。マジで。子供が相当。めっちゃ遊んでるように見えた。うん、霊がいるのではないかと。俺も途中でそう見えた。なんか揺れ方が変な気がして。おかしいよね。ノリが動かされてるっていうよりは、俺はこう霊がなんかちょくちょく。払ってるような変な揺れ方してたんよ。こうなってるのにちょっとこの縦の軌道が入ってたり。いましたよね。何？電気つける。ちょっと叩いて。みたいな高い。みたいな男の、いや、子供の声っぽい。え、それ子供なの。一緒だよね。めっちゃ言ってない。めっちゃ言ってた。そう、全く一緒。うそー。ここの辺でしょ。え、こっちだ。やばい。うわ、これがおかしいんで。だからまあすでにもう2体いる。1名以上もう確定してたんで、遊び気分でまあ動画で怪奇現象を起こしているのかもしれないという。次の五円玉占い、ぜひ見たいという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回 1.5 万の高評価を超えましたら、第3回の五円玉
占いやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。すぐ行くわコメント欄で幽霊系の質問でいいんですけど、その質問をコメント欄にて募集しますのでよろしくお願いします。お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。怖い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 怖